清水翔太のディスコグラフィでは日本のシンガーソングライターが発表した作品について記述する。清水翔太の作品は7作のスタジオアルバム、ベストアルバム、23作のシングル、2作のプロモーシングル、5作の映像作品、27のミュージックビデオから構成される。デビューアルバムアンブレラは2008年11月にリリースされ、 日本を含むアジア市場の音楽チャートでトップ5ヒットを記録した。アルバムは日本で約18万枚を売り上げ、日本レコード協会からはゴールドアルバムの認定を受けている。アルバムからの最初の2枚のシングル、ホームと愛してるは商業的に成功し、前者はアジアでトップ10ヒット、後者もトップ30入りした。また、ホームは 日本にて50万ダウンロード以上を記録し、日本レコード協会により、ダブルプラチナに認定された。その他、アルバムからは、Digging on You, My Treasure の2曲がシングルカットされ、後者は日本レコード協会からゴールドに認定されている。2010年3月にリリースされた2作目のスタジオアルバム、Journey ーーは日本にて自身初となるチャート主位を獲得し、 台湾でも最高位6位を記録した。アルバムからは、美しき日々よ、さよならは、いつも側に、君が、好き、フォーエバーラブの4曲がシングルリリースされた。先行シングルの、フォーエバーラブは、アルバムからの最も成功した楽曲で、日本で50万ダウンロード以上を売り上げて、日本レコード協会により、ダブルプラチナに認定されている。3作目のスタジオアルバム、 カラーズは2011年3月にリリースされ、アジア市場でトップ10ヒットを記録した。先行シングル、u I はアジア市場でトップ20ヒットを記録し、日本レコード協会からはゴールドの認定を受けた。カラーズからは他に、Goodbye と君が暮らす街の2曲がシングルカットされている。ありがとうございます。